1979年撮影国土交通省国土シリーン地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成串山古墳は奈良県天理市柳本町に所在する古墳時代前期後半の古墳である串山古墳は柳本古墳群の一つで安藤山古墳の公,の公園部に石畳の残る山辺の道を隔て接していてより山側の高い位置にある 双方中円墳という得意な墳形をしている。この得意な墳形を持つ古墳としては、他に、岡山県の縦付遺跡や香川県高松市の岩瀬尾山古墳群の猫塚古墳がある。串山古墳や猫塚は、古墳前期でも、その後半に属する古墳で、縦付や酔い墳休墓よりも100年ほど後に、築造された。串山古墳は、猫塚のように、 二つの方形突出部がほぼ均等な大きさでなく、むしろ普通の前方後円部にもう一つの短い突出部をつけたような形状に変形している。集合を持っていない。しかし、周囲に集合の区画が残り、水田となっており、当初の姿を残していると言える。集合の範囲は、 東西190メートル、南北165メートルあって、前方部側面での集合幅は約56メートル余りである。噴球長152メートル、中円部直径約90メートル、前方部の長さ及び幅とも60メートル、後方部の長さ25メートル。中円部の西側に前方部、東側に後方部を備えた、双方中円噴である。 前方部と中円部の頂上は平坦で3から4センチの白い小石が埋葬施設周辺に敷き詰められていたと思われる。断築は中円部、後方部3段と前方部2段に築かれている。30センチぐらいの大きさの板状の吹き石が噴球全体に吹かれていたと見られている。中円部はほぼ正円形、前方部は正方形で前面の広がりや正面の古城がない。 広報部は短くわずかに開いている。排水施設を備えていて、長さ5メートル、幅3.24メートルの土壕も検出されている。太平洋戦争中に日本軍がこの近くの平野部に飛行場を建設した時に串山古墳の一部が掘り荒らされた。1943年、その後始末の調査が行われた。中円部の頂上で長さ7.1メートル、 1> 幅一定に4メートルの縦穴式石室が発掘され、内部には組み合わせ式の長持ち形石管の一部が検出された。後方部には埋葬施設はなかったが、採取施設がある。埋葬が終わった後、様々な日常品や土製のまが玉や果玉を意に破損させ、石くれと共に大きく掘られた穴の中に投げ入れるという採取が行われた。 広報部の祭祀場以降で、石縮、車輪石、桑賀大石と呼ばれる、壁玉製腕食類の破片、これら3種の壁玉製品を模造した土製品の破片、壁玉の果玉、鉄拳、トースの破片と、鉄符、位背景石製品と呼ばれ、人形の形外化した石製品と想像される異物、高きや壺などの弾きが出土した。 壁玉製腕食類は元の個体数にして、石縮白 107, 車輪石 105, クワガ大使23という多数に上り、これでも乱屈後に残された数に過ぎないから、当初は膨大な数が収められたことがわかる。広報部の白歴が堆積した層からは、自家古門をつけたクワガ大使型の土製品が出土している。ありがとうございます。